続いてはこちら、再生産チャレンジ。はい、このコーナーではゲームデザイナー米満和也さんが考案し、検討者さんから発売されているカードゲームはぁっていうゲームにみんなで挑戦しますよ。はい、このはぁっていうゲームなんですが、出されたお題がどんな感情もしくはシチュエーションで言っているのか、声と表情だけで伝えるゲームです。わ、かりますね、はい、はい、お題カードを1枚、まああのね、今回いつもは引いてるんだけど、今回お題カードみんなのテーブルの上にね、1枚ずつ置いてあります。うん、それをあの見てもらって、あの各プレイヤーは自分に与えられたお題を声と表情だけで演じ、他のプレイヤーはどのお題を演じているのか、あの答えてもらいます。はい、で、全あ、これちょっとわけわからなくなっちゃうね、この説明。全プレイヤーの演技が終わったら正解発表。その都度、確かに正解を発表、その都度答え合わせをしていきたいと思います。はい、はい、大丈夫かな。はい、大丈夫、大丈夫、はい、よくわかんないからやってみよう。やるしかない。やったらトップスターになったら何かあるんですか。トップスターになったらご褒美があるってばよ。でも何かはまだ分かんない。あれ、そうなの。何かしらのご褒美って言ってた。今日も買ったら2倍ですよ。確かに超豪華特典ですよ。はい、頑張らないと。じゃあそのご褒美を目指して頑張っていきたいと思います。うん、それではまずは桃代からいこうかな。はい、はい、このテーマカードをじゃあ私だけ、はい、お題カード開いてください。見ます、じゃん。あー、なるほどね。それね、見せて大丈夫だよ。見せていい。うん、私はやばい、やばい。うん、お、それあれだね、A、美味しすぎてやばい、 B、胸キュンのやばい、 C、寝坊した時のやばい、 D、面白すぎてやばい、 E、宝くじが当たってやばい、 F、身の危険を感じていっぱいあるね、 G、トイレに行きたくてやばい、 H、配電車の時のやばい。じゃあ私がこの中のどれをやるか自分が選んでここに書いて選んでください。はい、いやー、なんかすごいいっぱいありすぎて、あ、そう、私たち見えないようにもよちゃん書いてもらって、やばい、そう、もよちゃんが選んだやつ、この中から選んだやつをどれをやったのかっていうのを私たちが当てるっていう。これ手を使っちゃダメなのよね。そう、 OK、 そう、ジェスチャーは使っちゃいそう。はい、じゃあ準備はよろしいですか、もよちゃん。はい、じゃあもよちゃんが選いたやばい、どうぞ。やばい、アイドパー、どれだ、どれだ。はい、もう一回さ、もよちゃん、あのカード出してもらっていい、画面上に。これ見てる人も多分一緒に考えたいと思うので。はい、でも分かった。この中からどれをやったか、じゃあスケッチブックに書いて、はい、私たちは答えていきたいと思います。これで当たったらね、あの私たちが全員仮に当たったとしたら、もよちゃんに4ポイント入る。そう、みんなにかかってるから。はい、はい、で正解した人たちも1ポイントずつ入るので、うん、正解した方がいいってこと。なるほどね。あ、私全然正解したい。でも私のことはみんな分かってると思う。うん、分かってるはず。あ、OK。 いや、もうでも、あ、でもこれしかないと思ったんだよな。いや、これしかないと思うんだよな。これだと思うんですけどね。あ、でもなんかこれやった後にもうちょっと合わせればよかったっていう後悔が今教えてる。なんか出てたもん。まあ、練習がないですからね、一発本番だからね。まあ、でも舞台少女ですよ、私たち。そう、いや、そうなんですよ、大丈夫。いや、え、大丈夫、そんなハードル上げちゃうか。顔芸でいくしかないから。私間違えたらプレッシャーだな。え、じゃあこれみんなで、みんなで出す、一人ずつ出す、全員で、全員で出そうか。そうだね。それじゃあ、もえちゃんがやったやばいはこれだと思います。せーの、ドン。あ、やばい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 、G はトイレ。あー、わかんない、過去に見たことがあったのかな、そういう桃代をね。確かにね、先発待った桃代だと思ったんだけど、でも絶対ちょっと見えてたと思うんだよ。いや、私もそうだと思うんだよな。キュンだったと思うんだよ、キュンだと思うんだよな。はい、じゃあ桃代の正解を発表してもらいましょう。正解、ドン、 B。 イエーイ、誰ちゃん、誰ちゃん、誰ちゃん。いや、私あの桃代見たことあるけどさ。いやいやいや、いや、レッスン中とかにさ、なんか出るに出れない空気感の時の先発待った桃代の、あれは表情するよ、ね、もう15回は見せてでしょ。あ、15回。本番直前とかのやばいかと思ったんだけどな。あ、違った、あ、違ったな。はい、ということで、もゆちゃん3ポイントゲットかな。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。で、みも
ーリン1ポイント、私1ポイント、あやさ1ポイントゲットですね。なるほどね。こんな感じでどんどんポイントが加算されていきますよ。なるほどなるほど。じゃあ次はみもりんのお題カードを開いてください。はい、私はこちらです。はい、じゃーん。にゃー。にゃー。捨て猫のにゃー。猫に向かってにゃ、甘えたにゃ、リアル猫のにゃ、混乱した時のにゃ、威嚇のにゃ、眠い時のにゃ、かわいいにゃ、全部 H です。はい、じゃあこの中からみもりに一つ選んでもらって、選んだアルファベットを書いていただきたいと思います。難しいな。猫だもん。さあ、みもりんが何を選ぶのか。はいはいはい、見ないように。あ、はい、じゃあこれにしよっかな。どれもかわいい。いや、みもりん何を選ぶんだろうな。あ、でも自分で、よし、はい、決めました。はい、じゃあそれを伏せといてもらって、はい、それでは、三森すず子さんでにゃー、どうぞ。にゃーわかんない。え、ちょ、もう一回、もう一回。え、これリプレイありですか。もう一回お願いします、もう一回。いきますよ。はい、にゃー。待って、変わった、変わった、変わったよね。あー、でも、あ、でも分かったかも。感じ出したけど。あー、いや、分かったと思う。リアル猫のニャーって何。いや、分かる。分かった気がする。なるほどね。いや、分かった気がする。いや、でもこれであってほしい。ニャーとか言葉だけじゃ顔芸じゃない。顔芸なんだね。顔芸が表情も使っていいっていうルールですね。いいっていうルールだからね。はい、さあどうでしょうか。それではみんなで一斉ので答えを出したいと思います。はい、みもりのニャーはこれだ。せーの、ドン。いいよー。違うかもしれないからね。そうだね。みもりん、正解どうぞ。いいでーす。ということで、みもりんには4ポイントが入りました。素晴らしい。本当だ、近づいたにゃー。近づいたな。では私が今度はお題を開いて。はい。え、お、富田さん、じゃあ見せてください。言葉じゃない。え、あ、難しそう。ウィンク。ね、ど、あ、はい、ウィンクができません。どうしましょう。できます。できる、頑張ります。できます。はい、1、かっこいいウィンク。 B、 色っぽいウィンク。固めにゴミが入って、下手くそなウィンク。あ、もうこれにしかならないんじゃないかな。いけねえのウィンク。分かってるなのウィンク。かわいいウィンク。さりげなくウィンク。え、難しい。難しい。誰だろう。どれがいいとか言うんですよ。どれをやっても下手くそなウィンクになっちゃう可能性があるよ。そうなんですよね。はい、じゃあ、はい、選びます。色っぽいウィンクでもいいですよ。はい、はい、はい、分かってるなもいいね。これがいいな。はい、選んだ。分かってるなって何。はい、選びました。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ自分で振る。じゃあ富田真帆さんのウィンクお願いします。わかった。これかな。わかった。これあれだよ。裏切っていく、ね、これしかなくなる。もう一回選び直してほしい。全力で裏切っていく。お願い、お願い。わかっていただけましたかね。わかった。これ何回でもできますよ。2択なんだけど。え、2択嘘やろ。え、嘘。え、あ、でも確かに2択っちゃ2択だけど、でもこれかな。でもこっちかな。でもこれでも外すパターンありそうだね。皆さん書けましたか。書けました。はい、はい、それでは出してください。せーの、ドン。 C。 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 あー、はい、 C。 おえ、なんか下手くそと迷ったんだけど。確かに確かに。え、私分かってるなと迷いました。分かってる。あ、分かってるなって。分かってるな。え、ちょ、分かってるなのウィンクしていただいていいですか。分かってるなのウィンク。できるじゃん。ね、分かってるな。真帆さん、かっこいいウィンクもいい。おい、ゲームと違う。女子が頑張っとる。かっこいいウィンクって何。やっぱ肩越しじゃない。肩越し。肩越し。え、待って、もう一回やるわ。かっこいい。それそれ。この辺ピクピクするんだけど。はい、じゃあ私4ポイントゲットということで、ていちゃん、じゃあお題を開いてください。はい、おお、私も声がないパターンです。お、振り向いて。あ、いいね。
A 友達に声をかけられて B 後ろで事件が起きて C 財布を落として D 靴を踏まれて E 幽霊の気配を感じて F 不気味に I ブリッコ風に H モデル風に、難しい、意外があります、難しそう、これ難しい ね、振り向きだけ、どれやっても面白そうだ、頂上勝負みたいなところですね、これ難しいかもしれへん、はい、じゃあていちゃん1個決めて、はい、書いてください、わかりました、いやこれめっちゃ難しそう、難しいね、どれがいいかな、でもてるちゃんならきっとやってくれるはずだ、やってくれるはずだよ、はい、来ました、しかもなんか全部のやつにイケメンってつけてもらえ、イケメンイケメン風に、はい、書きましたか、はい、それではていちゃんの振り向きまで3、2、1、どうぞ、どうしよう、火曜サスペンスみたいなのが頭の中に流れてきっと来る、あきっと来る、あれしかないくない、待って待って、あれしかなくないか、うまいな、え待って3つぐらい選択肢あるわねえ、それ振り向いてからの後の行動もなんかないよ、ないの、ちょっとえ、これじゃないよ、これわかったわ、これわかったわ、かったかな、2択ぐらいあるんだけど、いや難しいな、でも分かった分かった、いやでも確かに2択っちゃ2択だけど、でもこれかな、これこのシンプルにいくと、やっぱね、ゲームだからね、近いのがね、うん、そうなんですよ、確かに、はい、書きましたか、はい、はい、はい、それでは、せーの、ドン、イイ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 、正解はイイです、うまかった、うまかった、うまかった、やった、さすがだわ、さすがでございます、イエイエイ、でこれでていちゃんにも4ポイントが入りますよ、じゃあ、あやちゃんお題を開いてください、はい、なるほど、おお、何発表して、全好き、あー、おー、いいね、いいね、どうしようかな、もうファン待望のですよ、グッとくる好き、うん、B、いたずらっぽく好き、うん、C、さりげなく好き、D、偽りの好き、 E、色っぽい好き、うん、F、私のこと本当に好き、 G、下心ありの好き、 H、気持ち悪い好き、 H、聞きて、いいね、わ、いやでもさ、これ一番難しいんじゃない、難しい、あでも A も聞きたいね、グッとくる好き、グッとくる、いいね、聞きたいね、全部好きやもんな、うん、悩むね、これは、さりげないのもいい、下心も気になるもん、下心、B とかちょっと顔にこっくらいですか、いたずら、あそうだね、確かに、じゃあこの中からあやちゃんに選んでもらって、うん、みんな答えられるかな、なんだこれ、ね、それでは楽しみ、あやちゃんの後ろ向かって振り向きはね、振り向いてもええけど、振り向きはいいよね、ええけど出しても、はい、それではあやちゃんの好き、どうぞ、好き、かたおい、かわいいよ、シンプル、待って、シンプル、どれだろうな、どれかな、どれも、いや待って、あでもいやちょっと二択だな、もう一回いいっすか、じゃリプレイ、ちょっと膨らましてもらっていい、ちょっと、再放送お願いします、再放送、はい、再生産、再生産、好き、あーでも、あーこれかな、かな、これなんな、これかな、なんか木の木陰から出てきた感じな、確かにな、確かに、あ、ちょっと待って、ちょっとちゃんと考え、どうしましょう、妄想ばっかしてるから、選択肢がね、あーそう、そうね、はい、自分のオリジナルを選択して、はい、答え、じゃあみんなで発表していきましょう、はい、せーの、ドン、 A、 C、 A、 答えは D、 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 D、私がじゃだと思ってみよう、だと思ってみよう、ちょっと急いで、もう一回再生者、はい、いきます、好き、え、さっきと変わったよさっきと変わったよ、ちょっとあでもあんまり表情が動いてない
考えてるとこあるもんね、ちょっと。そう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 。いや、それがなんかさりげないのかなって思っちゃった。いや、あー、もうダメだ、引っかかって。じゃあもう私、あやさんに騙されるってことだよ。確かに騙されるってことだよ。でもこれみんなそうか、ちゃんと騙されてる。みんな騙されてくれてた。ある意味正解だ。あやさんに確かに全員みんな騙されてるから。騙されちゃった。真の舞台勝利。真の舞台勝利。でも残念ながらゼロポイント。残念。ダメじゃん。はい。ゲームとしてはね、大成功でしたね。ここだけは見ましたね。はい、ということでポイントを発表していきたいと思います。うん、もよよん6ポイント、何ポイント。はい、そしてみもりん富田7ポイント。おー、いくた6ポイント。おー、あやさ4ポイント。おー、ということは私が1位でーす。なんだろ、やったやった。なんかお姉さんは強かった。嬉しい、嬉しい。お姉さんは強かった。はい、ということでね、私たち2人には何かしらのご褒美があるそうです。なんだ、うん、なんでしょうね。楽しみに待ちたいと思います。うん、何がいい、言っといたらもしかしたら来るかもしれない。うん、確かに。なんか、そうだね、なんかちょっとテンションの上がるちょっと甘いやつ。じゃテンションが上がる甘いやつをよろしくお願いします。はい、ということで今回使用したハーっていうゲームは幻冬舎さんから発売中です。皆さんもよかったらやってみてください。以上、再生産チャレンジでした。